はい、本日も始まりましたコレポ放送局、今回は月頭月初ということでね、2021年は3月は1日ということで、連絡っていうことですね。連絡の情報、まあ、イベント開催予定だったりとか、まあ、中止になった予定だったりとか、まあ、いろいろありますけど、ということで、まず1個目、近すぎた、1個目はい、でね、2021年は3月は7日、初夏市、大垣駅前商店街、大垣城一帯で開催する予定だった初夏市なんですけど、こちらは3月は、開催中止になりましたと、はい、なっております。次回は4月っていう風ですね。3月の、7日の日曜日は初夏市は中止です。で、翌週3月の14日の日曜日、こちらはキャラクターフェスティバル、マニアドーさん主催のイベントですね。ステージもね、アイドルステージがやられるらしいですけど、そちら、うちは板車展示で一応入っておりますけど、現在やる方向で調整進めております。ただね、まだ先は読めません。あ、ということでね、ちょっと申し訳ないんですけど、一応やる予定ではいます。なのでね、いたしエントリーしていただければいいんじゃないかなと思いますけど、中止になる可能性もありますので、そちらの辺ご了承ください。はい、続いてがね、3月の20日、毎週あるなとか思うんだけど、3月20日、こちらはね、土曜日祝日ですね。3月20の土曜日祝日は、名古屋栄音楽天国っていうね、リブフォーライフ本田美奈子さんのね、啓発系のイベントが、音楽系のイベントをやってるんですけど、こちらは箱イベントですね。箱 A 店って言われてまして、いつも栄広場でやってるんですけど、今回はまあ3月寒いということで、箱 A 店、スペードボックスさんだったかな、ちょっと場所覚えてないですけど、まあ、そちらの方ね、情報載せておきますので、リンクの方から行ってください。3月20日は、箱A店、音楽イベントをやっております。はい、翌週3月は28日。はい、3月28日ね、四日市ドームですね。四日市ドームは、今回がラストっていうことになっております。主催の方からね、今の現状は何の連絡も来ておりませんけど、うちの方は板車の展示で協力させてもらいます。いつもだったら大体5000人からもうちょこっと、5000、6000とかね、参加者がいるんですけど、やっぱりね、昨今の情勢でできない可能性があるかもしれません。今の現状やる予定では動いておりますけど、ちょっとまだ先の方は読めません。一応フリーマーケットがメインの、イベントになってますんでね。はい、こういうね、グッズだったりとかね、こういうグッズだったりとかね、はい、そちらの方でもあったりとか、服とかね、いろんなものありますんで、で、10万ポッキーで買える車っていうのもなんかね、ありますんで、そちらの方、良ければ足運んであげてください。イタシャの方はね、メイン、ゲートの方に止まってると思います。はい、イタシャの方の展示の募集もね、一応やっておりますので、よかったらやってください。はい、3月、こちら4本。3月が4本っていうね。はい、次、翌月、4月ですね。4月は4日の日曜日。こちらが初夏市ですね。初夏市、大垣駅前商店街、大垣城一帯でやる初夏市ですけど、こちらは一応現状4月4日やる予定でいます。プチなのか、初夏市なのか、ちょっとまだわかりませんけど、一応4月4日、開けといていただければ。で、そっちね、4月4日なんでね、多分桜がめちゃめちゃ綺麗なんじゃないかなと思いますね。あそこね、めっちゃ桜が綺麗なんで、桜の映えはすごいと思います。はい。でね、4月は言うほど今の現状予定はないんですけど、うちだけだと24、25のね、土曜、日曜で、ね、刈谷の方でちょっとイベントがあるかもしれません。ちょっとまだね、予定の方がね、本決まりではないので、ちょっと今日程だけ押さえております。はい。で、25日が、1月のね、最終31日にやった長野祭り、はい、岐阜のね、稲葉神社の方と中心市街地の方の海遊船のイベントでやったイベントなんですけど、4月の25日の日曜日に一応やるっていう話を聞いております。今のところね、情報まだ何にも出てないのかもしれないですけど、ちょっとまだ僕は拾いきれてないかもしれないですね。4月の25日、長野祭り2をやるという話で進んでおります。はい、一応ね、5月の1日、2
2日ですね、土曜日、日曜日、ある場所でやるかのイベントがあるかもしれないっていう、ちょっとこちらはね、まだ情報が出せないので、4月に入ったら出せるんじゃないかなと思います。5月のね、1、2は一応イベント画策しておりますので、はい、よろしくお願いします。で、5月の2日は多分初来日はかぶってんじゃねえかなと思ってるんですけど、多分かぶるんじゃないかなーってちょっと予想してるんで、って感じですね。はい、そんな感じでイベントの方はね、順次予定はしておりますけど、まあね、この状況がいつまで続くかわからないっていうこともありますので、皆さんね、急遽開催中止だったりとか、急遽発表したりとかね、いろいろあります。そちらの方、Twitter だったりホームページ、そちらの方でね、告知、ね、情報出しておきますので、そちらの方確認してください。よろしくお願いします。はい、こちらの方ね、YouTube の方でもね、もちろん告知したりしてきますので、チャンネル登録やっていただけますと、大変ありがたいです。よろしくお願いします。ね、それにつきましては、一応ホームページの方もね、回収してるんですけど、なかなかチッチとして進みません。まあ、いろんなことがね、一気に進んでおりますので、まあ、ちょっとね、動いてます。動いてますっていうか、まあ、いろいろ動いてます。はい、そんなんでね、少しずつ情報出せたらいいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ、そんな感じで終わります。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter のフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。